イヴァン・リギーニは、ロシア・モスクワ出身、イタリアのフィギュアスケート選手。ロシア名は、イヴァンバ・バジモビチバリーエフ。イタリアフィギュアスケート選手権、優勝4回。2007から2008シーズン、ISU ジュニアグランプリの春ギタ・サカズキで2位、クロアチア杯で2位となり JGP ファイナルに、初進出する。JGP ファイナルでは7位となる。ロシアジュニア。 選手権で優勝し、世界ジュニア選手権に出場し7位となる。2008から2009シーズン、JGP チェコスケートで2位、JGP クロアチアハイで2位となり2年連続で、JGP ファイナルに進出を果たす。ファイナルでは4位となる。2009から2010シーズン、怪我のためにシーズン全ての試合を欠場。2011から2012シーズン、ゴールデンスピンで3位となり、 シニアの国際大会で初めてのメダルを獲得。ロシア選手権では自己最高の6位。2012から2013シーズン、国際大会に2試合に出場した後は、国内大会を含め試合には出場をしなかった。2013年5月16日、イタリアへの移籍がロシアフィギュアスケート連盟に正式に承認された。なおニースハイに出場し、 他国へ移籍して12ヶ月間は試合に出場できないという国際スケート連盟のルールに抵触するため、ソチオリンピックの最終予選であるネーベルホルンハイには出場できない。2013から2014シーズン登録名をバリエフから母親のせいであるリリーニに変更。メラーの坂でイタリア代表としてデビューし5位。初出場したイタリア選手権では初優勝。 しかし、イタリアのオリンピック代表は、国際大会2つと、イタリア選手権のフリースケーティングの総合スコアで、先行されるため、ポール・ボニファシュをパーキンソンが代表に決まった。世界選手権では13位に入った。シーズンオフにはコーチを、ミヒャイル・フースに変更し、練習拠点をドイツのオーベルストドルフに移した。2014から2015シーズン、グランプリシリーズに出場。 初出場の欧州選手権では8位に入るも、世界選手権では25位で FS 進出を逃した。2015から2016シーズン、疲労骨折の影響でネーベルホルンハイの出場を取りやめた。ニースハイは SP の6分練習中にブレードが割れた。SP は演技を行い8位に入るが FS は棄権した。欧州選手権では6位入賞。 2017年5月16日にコーチと練習拠点の変更を発表した。イタリアからロシアモスクワに移り、スベェトラーナ・ソコルフスカヤに支持する。ロシア・ゴラテン・ホンジ、イヴァン・バディム・ビッチ・バーフ、ハット・ウンル・オーボ・アクイスト・ダーラ、ロシア・パー・リタリア、ファイ、ゼー、ゼー、ウルティマ・ランキング・パー・ジーリー・マ・スカイル。ゼー、ゼー、公式サイト・ハット・リギー・ニ・ファインズ。 スケーティングリバースアフタースイッチングツーイタリーありがとうございます。